自民党の二階元幹事長がおよそ1ヶ月半ぶりに国会に姿を現しました。こちらが午後1時過ぎ国会の中での二階氏の姿です。元気に廊下を歩き、時折笑顔も見られました。本会議場で席に着いた二階氏のもとには麻生副総裁や菅前総理、二階派の議員らが次々と歩み寄って挨拶し、二階氏も笑顔で応じました。85歳の二階氏は4月から5月の大型連休前に体調を崩して入院し、国会を欠席していましたが、およそ1ヶ月半ぶりに国会に復帰し、健在をアピールしました。